田中ミノルは日本のプロレスラー。妻は元女子プロレスラーの深川由美。機械体操とシュートボクシングを経験後、1993年にプロフェッショナルレスリング藤原組に入門。1994年1月にマーク・アシフォード戦でデビューし、同年2月にはリングスに参戦。1995年に格闘探偵団バトラーツの設立に参加。 所属する。1999年4月の新日本プロレス、東京ドーム大会に参戦。同年のベストオブザ・スーパージュニアにも出場する。2000年6月に、金本浩二とジュニアスターズを結成し、IWGP ジュニアタッグ王座を獲得。同年10月にバトラーツを退団、高岩隆一の IWGP、ジュニアヘビー級王座に挑戦し勝利。 第39代 IWGP ジュニアヘビー級王座初体幹2001年1月に正式に新日本プロレス所属となった同年6月のベストオブザ・スーパージュニア8で準優勝2002年1月18日記者会見で深川祐一次との婚約を発表同年6月8日に挙式及び結婚披露宴を行った覆面レスラー ヒート2002年2月、下器ゲン剣を下し、IWGP ジュニアヘビー級王座に返り咲く。同年5月、重心サンダーライガーをパートナーに、邪道、下道組を下し IWGP ジュニアタグ王座を獲得。その後ゲームボーイアドバンス用ソフト、トーコンヒートのゲームキャラクターから出た覆面レスラー、ヒートに転身。同年10月に再デビューするも、 不甲斐ない試合が続いたため、当時タックパートナーだったライガーに批判され、敵対関係となった。2004年、マスクを脱ぎ素顔に戻る。この頃からライガーにヒール集団、CTU に勧誘され、最初は難色を示していたが、最終的に CTU の一員となった。2004年12月、井上渡るの挑戦を退け、同タイトル最多連続防衛記録11回を、 記録する。覆面デスラー時代を含めて1年に及ぶ長期政権だった。2005年1月、タイガーマスクに敗れ IWGP ジュニアヘビー級王座から陥落。同年4月リングネームをミノルに改名する。ヘビー級挑戦を視野に入れる。2006年6月、ベストオブザ・スーパージュニアサーティンにおいて初日敗戦も A ブロックに通過。決勝トーナメントでは 井上渡る、タイガーマスクと撃破し、7回目の出場で悲願の、初優勝を飾る。同年12月24日、高楽園ホールにいて、金本浩二とタイトル戦を行い、勝利。第51代 IWGP、ジュニアヘビー級王座に返り咲く。2007年2月、井上渡るを破り IWGP ジュニアヘビー級を、初防衛。2007年3月、 エルテハのジュニアを破り2度目の防衛成功。2007年4月、田口隆介を破り3度目の防衛成功とともに、侍ジムの看板を奪う。2007年5月、ユージローを破り4度目の防衛成功。2007年7月、田口隆介に破れ5度目の防衛に失敗。侍ジムの看板も元の場所に戻される。2007年8月、 CTU の解散とともに、中村晋介らと共闘を宣言。後に、ライズとなった。2007年11月、プリンス・デビットと組み、ティネのクリストファー・ダニエルズ戦士に挑むが敗れる。翌年1月、今度は、ミラノ・コレクション・エイティも引き連れ、クリスチャン・ケージアージ・スタイルズ &PT ・ウィリアムズと戦うが敗れる。2008年1月、 プリンス・デビットをパートナーにし、ディック・東郷高道の区が勝じする IWGP ジュニアタッグに挑戦し勝利。第19代ジュニアタッグ王座になる。しかし、3週間後、ライガーアキラに敗れ、初防衛に失敗。2009年1月14日、新日本プロレスとの契約を終了し、同年1月31日をもって対談することを発表。 2009年2月6日、全日本プロレスの後楽園、ホール大会に突如乱入し、バトラーツ、時代の後輩、肘方隆史を助けるかと思いきや、タルと結束し、突如ブードゥマーダーズ入りした。2月14日、01の大阪大会に参戦、藤田実とタッグを結成した。01にはこれまで通りの正統派レスラーとして参戦していく、模様である。 また2月22日には DDT プロレスリングにミノール・ポルナレフとして参戦しデスケーキを食らわされ失神するというコミカルなファイトを披露した。2011年6月、タルの暴行事件により主戦場である全日本プロレスの無期限停止の処分が下ったが6月30日に事件には関わっていないとして出場停止処分を解除した。その後、 全日本プロレスに正式入団。2011年10月26日、リングネームを本名の田中みのに戻した。2012年8月31日より、道のくプロレスの覆面ワールドリーグ戦にヒートとして復活し参戦。2013年6月30日の両国、国技館大会を最後に、全日本プロレスを退団した。武藤圭治らと共に、 レッスルマイナス1に参加。2013年9月25日、プロレスリングヒートアップに参戦。かつての愛弟子、田村和弘とタックながら対戦。2014年1月。2016年6月30日、契約満了につきレッスルマイナス1を退団。2017年より古巣である全日本プロレスに参戦。その他にもゼロ1などに参戦。9月23日。 プロレスリングのアコー楽園大会に突如姿を見せ、GHC ジュニアのベルト頂だきに参りましたと、GHC ジュニア取りを高らかに宣言。それに対し、熊野と志が10月1日の横浜文化体育館大会で迎え撃つこととなった。10月1日、横浜文化体育館大会で熊野に勝利、その後もレギュラー参戦しているドラギションのリオナ。 XX のハイ69ラを立て続けに倒し、現 GHC ジュニア王者、原田大介22.22公楽園で GHC ジュニアへの挑戦が決まった。12月22日、原田の持つ GHC ジュニア王座に挑戦するが、必殺の片山ジャーマンスープレックスホールドに沈む。2018年1月28日、大阪大会で、 GHC ジュニアタック王座新王者組となった石森太氏にハイ69組の前に現れ挑戦を表明。この時は単身での挑戦表明だったがそこへ小川義成が登場。小川とのタッグで3月11日横浜文化体育館大会でのタイトル挑戦が正式に決定した。二千十九年三月十日横浜文化体育館大会で原田大輔から ファイアボールスプラッシュでピンフォールが銃を奪い GHC ジュニアヘビー級王座初体感。ジュニアタイトルのメジャー制覇を果たした。ミノルがビーズのファンであることからテーマ曲も基本的にビーズの曲を使用している。ありがとうございます。